2023年10月4日未明、ウクライナ保安局 SBU のドローンが、ウクライナ北部と国境を接しているロシアのベルゴロド州に配備されている、ロシア軍最新鋭の長距離地対空防空システム S-400 を破壊したことがアメリカの CNN によって明らかにされたよ。この爆発に関連すると見られる動画がロシア側で公開されていて、S-400 が配備されていたと見られる地点において20回ほどの爆発が発生している様子や、近隣の集落で停電が起こっていることが示されているというが、この停電が爆発によって発生したものかあるいは、ロシア側がドローン攻撃を避けるために自ら停電としたものかは明確にされていないらしいな。さて今回はロシアの防空システムがウクライナのドローンを破壊した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナは2014年からロシアによって一方的に併合されているクリミア半島においても、ロシア軍がセバストポリのロシア海軍黒海艦隊の基地近くに配備した S-400 2機を破壊しているよ。S-400 はトリウムフロシア語で大勝利を意味すると名付けられ、モスクワにあるアルマーズ設計局2009年にアルマーズ安定設計局に名称変更によって、それまでの S-300 対空ミサイルシステムの後継機種として開発された長距離地対空ミサイルシステムで、対空ミサイル4連装の発射機が搭載された10輪のトレーラーによって自走し、多目標同時光線能力を持つ多機能レーダーなど5種類の車両によって1機のユニットを構成するんだ。ロシア軍においては当初2001年から配備が開始される予定であったが、試験中に事故が発生しその対応のために計画が2004年2月まで時間を要したために、配備の開始は2007年4月からとなっており、これまでに2015年の段階で152機が生産済みであることが確認されているぜ。防空ミサイルシステムとしての性能においては従来の S-300 をはるかに凌駕するとされ、アメリカの地対空ミサイルパトリオットと比べても少なくとも倍の有効射程を持ち、多目標同時光線能力においては 400km 先を飛翔する6個の目標を同時に処理する能力を有しているとされているほか、高い次元の対ステルス戦能力を有しているとも言われているな。S-400 で運用される地対空ミサイルは旧 M96 系列に 48N6 系列及び 40N6 という3種類があり、その他 S-300 シリーズ用のミサイルも発射することが可能とされているね。旧 M96 系列は短中距離用地対空ミサイルとしてそもそもは S-300PMU2 用に開発されたもので、限定的ながら弾道ミサイルへの対処能力があるとされ、旧 M96A1 と旧 M96A2 があり、旧 M96A1 は重量 333kg で射程は 40km、旧 M96A2 は重量 420kg で射程 120km とされ、小型であるために 48N6 用の発射機に旧 M96 なら4発が装填できるんだ。旧 M96 はアメリカのパトリオット地対空ミサイル PAC-3 との類似点が多いとされ、ミサイル本体にサイドスラスターが装備されており、目標突入時にはサイドスラスターを噴射することによって弾体の方向を直接制御するモードを備えているよ。48N6 系列のミサイルは中長距離用で、40N6 は超超長距離用で、水平線の向こう側の飛翔体を攻撃する超水平線 OTH 攻撃が可能なセンサーとデータリンクシステムが搭載されていて、航空機や巡航ミサイルのみならず弾道ミサイルの迎撃が可能とされているみたい。ロシア軍はこの S-400 を、ウクライナ侵略を開始する2022年2月24日以前にクリミア半島に5機配備していたのであるが、そのうちの2機を破壊されたぜ。2023年8月23日にクリミア半島北西部のタルクハンクト岬に配備されていた S-400 が破壊され、そしてさらに9月14日にタルクハンクト岬から約 58km 南にあるエフパトリアに配備されていた S-400 も攻撃を受けて破壊され、このどちらの攻撃にも使用されたのはウクライナが独自に開発した地上発射型の対艦巡航ミサイルネプチューンの最新型が使用されたことが報じられているよ。R-360 ネプチューンは、旧ソ連製のクフ35艦対艦ミサイルを元にウクライナの国家キーウ設計局ルーチが、
地対艦巡航ミサイルとして開発した地対艦巡航ミサイルで、ウクライナ海軍が運用しているね。ウクライナ侵略戦争が始まってからすぐの2022年4月13日に黒海海上においてウクライナ海軍が、ロシア海軍黒海艦隊の旗艦であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワに対して2発のネプチューンで攻撃を加え、撃沈したことで一躍有名となっていたんだ。このネプチューンを発射するための RK360MC 沿岸防衛システムは、ネプチューンが4連装された USPU360 発射機を搭載したトラック1台に、DZM360 ミサイル輸送再装填車 RCP360 式統制車特殊貨物車などによって構成され、このシステムは、海岸線から 25km までの内陸からでも運用できるように設計されているとされているよ。ネプチューンの全長はロケットモーターを含めて 5.05m、重量は 870kg、 弾頭重量は 150kg で、内蔵されている充実馬車で方向変換しながら最大射程約 300km を飛行するぜ。これを開発したルーチ設計局では、対艦ミサイルでありながら地上攻撃が可能となる GPS 誘導のレーダーシーカー目標捜索装置を、開発段階からネプチューンに組み込んでいたわけだ。目標が利用できる遮蔽物のない海上における水上船舶への攻撃は、レーダー信号を捉えるだけで目標を認識することが可能であるためミサイル本体にはレーダーシーカーを搭載するだけで十分であるが、これに対し、地上の標的においては山などの起伏や建物や木々などに囲まれているため、レーダーシーカーだけでは目標を正確に捕捉することができないのであるが、レーダー誘導ミサイルに GPS を搭載すれば、複雑な地形を識別してミサイルを誘導できるらしい。ネプチューンはあらかじめインプットされた GPS 座標へ誘導された後、その座標地点に到達するとミサイル本体内のレーダーがやはりあらかじめインプットされている地形形状をもとに攻撃するべき目標を探し、地上攻撃用に追加されたと見られている赤外線シーカーによって正確に目標に突入することができるってわけだね。そのネプチューンが、ロシア軍が配備した S-400 の位置を正確に捕捉して攻撃することは理解できるとしても、弾頭ミサイルをも撃墜することが可能とされている S-400 の性能が、伝えられている通りに防空ミサイルシステムとして最高のものであるならば、それによってネプチューンを迎撃することはたやすいと考えられるんだ。西側諸国のシンクタンクなどでは、なぜロシア最高の地対空ミサイルシステムとされている S-400 がネプチューンを迎撃できずに、破壊されてしまったかについて分析を進めていて、アメリカのシンクタンクである戦争研究所では、現在ウクライナに展開しているロシア軍においては対空レーダーと地対空ミサイルの、相互支援ネットワークが崩壊している可能性が高いとして、クリミア半島に配備されているロシア軍の S-400 のシステムそのものの連携がうまくいっていないか、あるいはその他に設置された対空レーダーなどが捉えたネプチューン発射のデータが届いていないなどの理由によって、その性能が発揮されていない可能性があると指摘しているな。もしこのことが事実であるとするならば、ロシア軍がまだ国内に保管しているであろう S-400 をクリミア半島に改めて配備したとしても、ロシア軍がクリミア半島における相互支援ネットワークを再構築しない限りにおいては、それもまた破壊される可能性が高いことを示したぜ。クリミア半島のロシア軍がもはや、ウクライナ軍が発射する巡航ミサイルに対抗する術がないことは、ウクライナ軍がイギリスとフランスから供与された長射程の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG によって、9月22日にセバストポリにある黒海艦隊司令部を攻撃して破壊し、黒海艦隊司令官を含む高官を殺害したことで明らかにされ、この先クリミア半島へのウクライナ軍によるミサイル攻撃がさらに激しくなることが予想されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。